今日は世界で何食べよう。どうも、翔吾です。ペナン、クアラルンプールからマレー鉄道で約5時間、あまりの快適さに感激。海を渡ると見えてくるのはヨーロッパの雰囲気を感じる美食の街。それでは思いっきり冒険ブログスタート。旅の資金残り949万円。グラブを呼んで今からケールセントラルに向かおうと思います。だいたい30分ぐらいで行けるみたいです。にしてもでかいホテルだった。世界で2番目にでかいムルディカタワー、どこにいても目に入る。さすがのでかさだね。ケールセントラル到着。この駅は東京駅みたいな感じで、全ての線がここに集結してるみたいです。クアラルンプールからペナンにマレー鉄道で行くには、まずケールセントラルという中心駅からバターワースっていうところに行って、バターワースからフェリーでペナンに向かいます。ペナンの最寄りのバターワースっていうところに行くには KTM っていう電車乗るんだけど、この地下1階じゃなくて右側の1階の方に乗ります。間違えないように気をつけていきます。マレー鉄道のイメージって汽車のイメージだったけども、新幹線並みに近代化だって。今日乗るペナン行きのマレー鉄道はこの KTMB っていうアプリで簡単に予約可能。11時8分発に乗るんだけど、87リンギットで約だいたい2500円。飛行機よりも断然お得。みんな携帯のタッチで入ってるみたいです。僕も携帯のタッチで入ってみます。無事入れました。めちゃくちゃスムーズ。思ったより全然綺麗な列車。中国が作ったみたいで日本じゃないのは残念だけど、綺麗そうです。車内もゆとりがあって全然スペースはありそうだな。今日の出発予定時刻11時8分だったので、本当にちょうどに出発しました。きっちりしてるね。座席はかなりゆとりがある。足全然伸ばせるぐらいスペースあります。4時間ぐらいあっという間かもな。車内にはフリー Wi-Fi も完備されてて、速度はそこそこ速い。これだったら YouTube を見れるので、マレー鉄道思ったより快適だ。クアラルンプールを出発して1時間、だんだん緑が生い茂ってきて、車窓からは田舎風景も出てきてます。出発してから2時間、めちゃくちゃ快適だったけど、海外特有の寒さ、寒すぎて長袖着ちゃったもん。やっと残り1時間のところまで来た。結構やっぱ長いな、電車で行くのは。トロピカルな木で田んぼだったり家だったりを分けてるの、日本ではなかなか見れない景色で、またこれは面白い。トイレはかなり綺麗。マレー鉄道めちゃくちゃ綺麗だな。バターワース駅、ついに到着。乗り心地、そしてスピードも到着時刻の正確さも、すべて日本の新幹線と同じ感じで、めちゃくちゃマレー鉄道おすすめです。バターワースの駅はかなり簡素的、本当にペナンに行くための駅って感じがするね。出口はこんな感じのみたいなので、スキャンしたら、あ、無事出れました。ここからフェリーでペナンに向かおうと思います。駅を出てすぐにフェリー乗り場の案内があったので、一旦これに従って行ってみようと思います。マレー鉄道で昼ご飯食べてなかったので、軽食としてポテトチップス買います。バターワースからペナンに行くフェリー乗り場までは、この道でおそらく一本で繋がってるから、すごく便利。雨とか降っても濡れないで行けそう。まずはフェリーのチケット買ってないんで、チケットを買おうと思います。おそらくチケット売り場だと思われるところ発見。あそこで今日何時の便に乗れるか聞いてこようと思います。1人2リンギット、めちゃくちゃ安い。現金使えなくてクレジットカード払いです。このレシートみたいなのがチケットみたいなので、入ってみます。乗船完了、今から乗ってきます。12時以降は1時間に1本って書いてあったので、もう今14時にちょうど乗れるっていうのはすごくラッキー。おそらくこの海の向こうに見えるのがペナン島なんじゃないかな。思ったより小さな船、席あるかな。船内はエアコンも入っていて涼しくて快適だ。16時発だったので16時1分、ほぼ時間通り出航。さすがマレーシア、時間通り。美食の街ペナン近づいてきました。ご飯食べるの楽しみ。約10分の道のり、ペナンの港に到着。ペナン到着。腹が減っては旅はできんということで、
ホテルに荷物置いて速攻ご飯食べに行きます。本日の宿、ビアイショップ到着。チェックイン中。部屋も3000円にしてはめちゃくちゃ綺麗だし、匂いも気にならない。今回はめちゃくちゃレビュー読んで、 Google マップのレビューもかなり読んで選んだので当たった、嬉しい。今日泊まる宿から歩いて10分ほどで、めちゃくちゃ美味しいって有名な中華あるらしいんで、今から行ってこようと思います。ペナンはご飯が美味しいって言うから楽しみだ。マレーシアに来て歩行者道路があるって初めてかもしれない。 Google マップで1036も星ついている人気店トゥックトゥックミー、まさかの今日やってない。ここまで歩いてきたのに、明日やってるらしいので明日また来ます。 Uber 到着。一回中華になった口は変えられず、もう一つピンつけてた1100個ぐらい星マークついている中華屋さん行ってこようと思います。こっちの味坊味道みたいな名前のとこはやってそうです。よかった、腹減った。店内は白をベースとしていてめちゃくちゃ清潔。そして中国の方いっぱい来てるってことは本当に美味しいんだなっていうのがなんとなく予想つきます。値段は小籠包も1つ 1.6 リンギットで、最初4つからなのでだいたい200円ぐらい。4つで200円は安い。ジャージャー麺を注文しました。絶対これうまい。いただきます。うまっ。美味しいね。このジャージャー麺、この味やなっていう味がしないでめちゃくちゃうまい。小籠包、焼き餃子、水餃子、きたー。こんだけ頼んで900円、安い、うまい。水餃子、肉が詰まっててうまい。揚げ餃子もうまい。肉が詰まっていて衣もサクサク。小籠包、うまっ。ほんとうまいな。マジうまいね。冗談抜きでうまかった。日本に出店してもバカ売れ間違いなし。ごちそうさまです。今からクラブで帰ろうと思います。何を食っても心の中で日本が一番うまいと思ってたけど、ここは超えてきた。本当に美味しい。ビスホップホテル到着。今日もお疲れ様です。ただいま。水圧もしかして激用タイプか。これはやったか。ホテルの人に教えてもらいました。これをこっちにやるとめちゃくちゃ水圧良かった。申し訳ない、疑いました。